ウルトラスポーツご覧の皆様、コニアでございます。今日なんですけれども、水戸ホーリーオークさんのですね、ホーム最終節にお邪魔させていただくんですが、3年間監督を務められた秋葉忠弘監督、その秋葉監督の最後の姿をですね、まあ、水戸での最後の姿、これをですね、ちょっと皆様に見てもらおうかなと思います。感情豊かな、そして、ね、喜怒哀楽をはっきり皆さんに伝えてきたその秋葉監督、どんな指揮を最後取るのか、そしてどんな表情、そしてどんな言葉を最後残してくれるのか、皆様ぜひこちらの動画を見ていただいて、秋葉監督への気持ち、ね、どん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 表現していただけたらと思います。さあ、こちらにはですね、村田選手来ていただきました。村田選手、お疲れ様でございました。お疲れ様です。秋葉監督から聞く言葉とか、はい、ご自身がこうなんだろう、こう聞いた中で、はい、結構印象に残っている言葉ってあったりしますか？いかがですか？常にファイティングポーズを取り続けるって言葉が、うん、なんか僕の中では残ってて、はいはい、秋さんに変わってからフォワードからサイドハーフだったり、はいはい、サイドバックだったりコンバクトされて、うん、あのうまくいかない時期とか、本当になんかこう、まあ、自信をなくしそうなタイミングっていうのもありましたけど、うん、まあ、そういう時にあのいかにこう前を向けるかというか、うん、あのもう一回チャレンジできるかみたいなところは秋さんの言葉でこう響くものがあって、うん、あのやんなきゃなっていうか、あの前向けた時もあったので、うん、そのファイティングポーズ常に取り続けるっていう気持ちとか、うん、そこをこれからも、はい、やっていきたいなって思ってます、うん、秋さん、3年間ありがとうございました。まあ、ポジション変更だったりとか、まあ、なかなか試合に出れない時期だったりとか、まあ、正直あの何クソっていう思うタイミングもありましたけど、それでも本当に僕たちの成長を思って言ってくれてるんだっていう風な愛を僕は感じながら過ごせていました。まあ、3年間っていう、まあ、結構3年間関わるっていうのは長い方かもしれないんですけど、あの本当にたくさん学ばせてもらいましたし、いろんな感情を受け取らせてもらったので本当に感謝してます。ありがとうございました。さあ、こちらには森選手来ていただきました。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。印象に残って言葉だとか、うん、こうやり取りっていうのはなんか覚えてたりすることありますか？そうですね、うん、最初加入した1年、秋さんが来てくださった1年目の頃なんですけど、はい、うん、まあ、なかなか最初は絡めてなかった、うん、試合に、うんうんうん、ただでもみんなの前で、はい、まあ、言うたらプロフェッショナルだから、はい、そのままやり続けてほしいと、そんなようなことを言ってくださって、うんうんうん、その試合に出れてはないんだけど、そういった姿は見てくださっているんだなって思った時に、うんうん、なんかすごく報われたというか、うん、嬉しい気持ちになって、うん、じゃあこのまま やり続けようと、うんうんうん、今やってることが間違ってないんだなっていうのに、うん、改めて自分自身気づくことができたんで、うん、まあ、諦めずにやり続けることができたなと、うんうん、その一言がなかったら、うん、なんて言うんだろう、自分のすべきこととか、うん、やるべきことがこれブレちゃうことも多分あったと思うんですけど、うんうん、秋さんがそうやって言ってくれたんで、うん、やり続けることができたなと思います、うん、秋さん3年間ありがとうございました、本当にこんなに自分自身も思いをぶつけてくださった監督は初めてですし、こんなにも一緒になって戦ってこれたなっていう監督は監督さん初めてなので、すごくあの本当にありがたく思ってます。3年間信頼して、使ってくださいましたし、なかなか力になれない時もあったんですけど、最後まで一緒にお仕事できて本当に嬉しかったです、僕自身もこれからも頑張っていきますので、秋さんも秋さんの人生がこれからも豊かになることを僕自身も願っています。本当にありがとうございました。こちらには本間選手に来ていただきました。本間選手、お疲れ様でございます。お疲れ様でした。いろいろお話をする中で、はい、まあ、秋葉監督が残した言葉とかで何かこう印象に残ってる、こんな話をしたことが印象に残ってるってことはあったりしますか？いかがですか？まあね、あの人よく喋る人なんでねもう一生喋ってるんで。やっぱそうですか？そうそう、一生喋ってますか？一生喋ってますんで、多分喋んないと死んじゃうんじゃないのかななんか何かっていうよりも、うん、やっぱりそういう熱いパッションだったり、うん、言葉というよりはね、うん、あとはこう
今まで僕水戸でね24年間ぐらいいてね、はい、どうしてもやっぱり難しい時代も長い中でやっぱどうしても守備的なサッカーだったり、やっぱどっちでも そっちに志向するサッカーが多かったですね、守備的な。それをやっぱ秋さんはこの3年でガラッとやっぱりこの攻撃のエッセンスっていうのをねかなり強くこのクラブに残してくれたっていうのは大きな財産かなっていうふうには思いますね。今までこういうスタイルでサッカーやったことないですし、こんだけバンバン点取ったこともね、まあ、今年はちょっと少なかったですけど、過去3年間こんな点取ったことはなかったですし、やっぱりそういう攻撃のねこう強さというかこの戦術だったり重要さだったり、このクラブに足らなかった攻撃の部分っていうところは秋さんがこのクラブのために残していってくれたものなんで、しっかり残していかなきゃいけないなっていうふうに思っているんで、これはクラブの大きな財産になるのかなっていうふうに思ってます。秋さん3年間お疲れ様でした。ありがとうございます。今度はねちょっと選手と監督という立場じゃなくて、他でゆっくりいろんなお話をさせてもらうことを楽しみにしてます。お疲れ様でした。こちらにはですね、フロントスタッフの富田さん来ていただきました。富田さんよろしくお願いします。はい、お願いします。富田さんはちなみに、はい、秋葉監督がここに来られた時にまさに入社。そうですね。2020年から私も入ってるので、はい、ちょうど秋葉監督と同期みたいな形で。秋葉監督と同期っていうのは富田さんだけですよ、多分。なかなかフロントっていうとやっぱりこう事務所にいてこう作業したりっていうのが多いんですけど、やっぱりこう秋葉監督がこう事務所来た時にやっぱりこう熱い空気が流れるので、そうなるとやっぱりこうやる気も士気も上がってきて、はい、いいなんか風が吹くっていうか、はい、そんな気はしてます。じゃあやっぱりサッカー界の松岡修造さん、いやかもしれないですね。でも食い気味で。そうです、秋葉監督とまあちょうど同じタイミングに入社して、まあ、なかなかこう自分自身もあまりこういい仕事ができなかった中でも、秋葉監督のこう言葉とかで、まあ、空気だったりとかそういう、こう人柄のところで助けられた部分もあったので、そういった意味でこの3年間非常にこうパーソナリティとしてこう本当に助かった部分があったので、まず3年間ありがとうございましたという、はい、感謝を伝えたいと思います。やっぱ同期でも秋さんは言えないですか。微妙ですね。こちらにはフロントスタッフの土屋さんに来ていただきました。土屋さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。土屋さん、まず秋葉監督という監督の人柄をちょっと教えていただけますか。もう土屋さんから見た人柄、元気があって、もう感情が全て表に出せるような人、よく人のことを人に思いやりがあるというか、人を大切にしてくれる方かなと思ってます。いやでもそういう部分で言うと、本当にフロントのスタッフの皆さんにもやっぱりこうやって声をかける回数もう非常に多い方ですか。やっぱりそうですね。例えば土屋さんとかだとどんなことを声かけられたりしましたか。私がチーム広報なので一番つくことが多いですけど、はい、他の人に言わなくても体調が悪そうな時とか監督の方から気づいてくれたりとか、なんか元気ないなとかっていうふうに声をかけてくる。でちょっとしんどくて体調悪い時とかでも、まあ、仕事なんで普通にはしてて、はい、選手の前とかでは基本的に笑顔でいるようにしてても、監督結構違いとか気づいてくれるんで。すごいですね。そうですね、フロントスタッフは気づかなくても監督は気づいてくれるんで。いやすごい監督ですね。人としても素晴らしい、だからそれだけやっぱり観察眼みたいなのもあるってことですよね。そうですね、よく見てるんだと思います。はあ。秋さん3年弱になりますが大変お世話になりました。たくさんありがとうございました。毎日毎日楽しい日々で、嬉しかったことが多い日々でした。いつもアウェーでも他のチームの広報さんにも自慢したくなるような、いっぱい自慢できるような監督と共に、一緒に仕事ができて幸せでした。今まで本当にありがとうございました。こちらにはフロントスタッフの佐藤さん来ていただきました。佐藤さんよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。いやー佐藤さん、本当に秋葉監督という監督、素晴らしい監督なんですが、はい、佐藤さんから見る人柄、どんな人柄に見えてますか。そうですね、本当に秋さん、まあ、もう見ての通りなんですけど、サッカー大好きで、はい、人が大好きで、でももう家族も大切にされていて、なんていうんですかね、ものすごく熱意のある方で、私なんかから見ると本当になんかこうなんていうかな、憧れる男性像というか、男たるものこうあるべきだみたいなのをこう体現されてるのが秋葉
秋葉監督かなと思いますね、うんうんうん、あの本当に今回我々のこういう取材もう皆さんのインタビューも含めてそしてまあ秋葉監督に密着させていただける試合中も含めて、はい、それをこう受けていただいたこの、まあ、なんだろうお気持ちもちょっとお聞かせ願いたいなと思ってそうですね、まあ、本当になんていうのかあれだけこう感情をむき出しにする監督ってなかなかいらっしゃらないと思いますし、うん、我々広報としてもまあ失礼な言い方かもしれないですけど扱いやすいというか関係いい関係性なんですね本当に、はい、そうですねメディアとしてもやっぱり使いやすいです、うん、使いやすいというのは失礼かもしれないですけど本当にこう絵になる、うん、監督だったので、うん、我々としては本当に非常に助かってます、うん、そして多分こういうふうに佐藤さんが言えるってことは本当に距離が近いんだろうなと思うんですよフロントスタッフの皆さんとも。ああなるほど、はい、やっぱり声結構かけてくれたりしますか。そうですね本当に我々のフロントスタッフの部屋をの前を通るたびに声をかけていただきますし、はい、監督の方から、うん、近づいてきてくれる挨拶をしてくれるので、うん、我々としても本当にこうなんか接しやすいですし、うんうんうん、そこは本当に助かってますね、うん、逆にフロントスタッフの皆さんからも監督の方に何か提案も含めてしやすかったりはやっぱしますか。あ、そうですね、そういう雰囲気を作っていただけるので、うん、まずはこんなこと考えてるんですっていうのは話しやすいですし、うん、それに対して もっとこうしてみれば、うん、もうどんどんやろうよどう思うに行こうよっていうのは、うん、いつものスタイルで来ていただけるので、それで本当に通った企画もたくさんありますね、うん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 、なんかいじっても本当にいいんだくらいの雰囲気なんか出てますよね。そうですね、まあ、正直どこまで行ったら怒られるかなっていうのは結構こう探り探りやってる時期もあったんですけどもう本当にそこまで行っちゃってここまで行っても怒らないんだあ受け入れてくれるんだっていうのは結構あったのでそこは本当に嬉しかったですね。なるほどね。秋葉監督本当に哲さんが監督やられていた時からねの付き合いになりますけどもまたぜひサッカー界で、どこかでお会いできればと思いますのでぜひその時はよろしくお願いします。本当にありがとうございました。こちらには森直樹コーチに来ていただきました。森直樹コーチよろしくお願いします。お願いします。こう3年間、まあ、秋葉監督やってきて、まあ、印象的な場面っていうのをご自身なんかこう覚えてる場面ってあったりしますか。練習の時もいいんですけども。はい、やっぱり最初の方はやっぱり逆転負けっていうのが多かったんですけど、はいはいはい、逆転勝ちできるようになってきたっていうのがやっぱでかいですよね。今年やっぱり 2-0 からのゲームを、うんうんうん、最後の年になってやっぱり3点取って逆転するっていうのはなかなかできないと思うんで、はいはいはい、やっぱそういうところやっぱりやっててあ変わってきたなっていうのもありますし、うん、あとまあ失点が減ってきたので、うんうん、ゼロのゲームとかも多くなってきたので、まあ、そういうところもいろいろ感じます、うん、例えばこう付き合いの長い森永コーチとかにはちょっとこうおいおいナオキさん聞いてよじゃないんですけど、はい、ちょっとこう弱気なところを見せる場面もあったのかいかがでした。まあたまにベンチで、はい、神様に祈ってるとこあるんですけど。あ、そうなんだ、イメージなかった。セットプレーとかで大丈夫だ大丈夫だ絶対大丈夫だ絶対大丈夫だみたいな感じでやってる時も実はあるんですよ。その場面をこうね森コーチ見て、うん、なんか「まあ、秋さん大丈夫ですよ」みたいな感じでやるんですけど、まあそうですね大丈夫です大丈夫ですみたいな感じなんですけど実はあんな前でガー言ってるんですけど、うん、本当セットプレーだったらキーパーコーチのコーナーが前でいるじゃないですか、はい、その後ろで「大丈夫大丈夫絶対大丈夫絶対大丈夫」そうなんですね。そういう裏話も一応あるんですけど。うわあ、もう面白いな、はい、だからやることはやってきてるから、はい、最後後押し一押しをするのに、ね、神頼み、ね、もうお願いしますっていう、はい、それぐらいの気持ちでやっぱ勝ちたかったってことですよね。そうですね、はい、まあ、ちょっとやっぱ最後勝負かけたい時には、うん、茨城県のこう神社を3箇所内緒ですけど回ったらしくて、もう内緒じゃないか秋さんが現役に対して、初めてトップチームのコーチになった時に僕が下ついたんですけど、まあ、その時からいろいろお世話になって、まあ、僕をしっかりと成長させてくれたなって感じするので、まあ、今回、水戸を去ってしまいますが、ダメじゃなくて多分秋さんのこれからのもっと上に行くための準備だと思うので、頑張ってください。そして、3年間ありがとうございました。こちらにはコンディション兼トレーナーの中村さんに来ていただいてます。中村さんよろしくお願いします。お願いします。こう試合が勝ち負け、まあ、あると思います、はい、そしてまあ試合が終わった後に対してこう中村さんにこう選手をこうしてあげてくれみたいなのって結構コミュニケーションとしてあったりしたんですか。そうですね、うん、やっぱりこう世界基準っていうところ、はいはい、こうやっぱ監督はこう代表の、うん、世代別の代表のコーチとかやってて、ね、
こうやっぱ世界とか、うん、こう J1 とか世界にこうどんどん出ていってほしいっていう気持ちがあるので、うんうんうん、こう少しでもなんか怪我とか、はい、ちょっとでも痛みがある選手ってこう意外とこうプレーしたいっていうところあると思うんですけど、まあ、監督がこうそこは無理せずに、うん、あのこう先のことを考えてしっかり直してよりベストなあのパフォーマンスを出せるような準備をしてくれっていうのがやっぱあの監督のすごいところだなって思います。例えばこう中村さんだけが知ってる選手の体の状態もこう監督に教えるみたいなことも含めてこう双方に情報の交換というのもかなりやっぱ頻繁にあった感じですか？そうですね、メディカルスタッフでこうまとめたものをこう朝監督に報告しているので、うん、そこをこう結構監督も、はい、あの選手にさらにコミュニケーションを取って、うんうん、こうより状態がどういう状態なのかっていうのをこう選手と一緒にコミュニケーションを取りながら見てくれてるっていう感じですね、うんうんうん、食事の部分だったりこう実際コンディショニングのところで僕はこう選手の体重とか体脂肪とか管理するんですけど、こう監督もそこを一緒に見てくれて、こう実際選手にこうどんなもの食べてんのとか、あのそういう部分のコミュニケーションを取ってくれたりもしますし、まあ、それ以外にやっぱこうメンタルの部分、うんうん、あのプライベートな部分だったりっていうのもこう選手とかとコミュニケーションを取りながら、うんうん、裏というかこうピッチではもう熱い監督ですけど、うんうん、それ以外のところではこういいお父さんみたいな、うんうんうん、そんな感じの印象ありますね。なるほど。監督今こんな感じになっちゃってるんですけどどうしたらいいですかねっていう相談をしに行くこともあったんですか？まあ、選手の状態で、うんまあ、選手今こういう状況なんですけどとか、はいまあ、選手のメンタルがこういう状況なんですけどっていう相談しますけど、うんうんもうそこをこうネガティブに捉えることなく、うん、こうまあ選手と話して、うん、で必ずこう選手は週末にはこう試合に向かう準備ができるっていうところはあるなと思います。うわすごいな。僕は秋葉監督と2年間という、ところでしたけど本当に2年間こういろんなことを学ばせてもらいましたし、こう自分自身こう本当に成長できた2年間だったなって思います、うん。あのこれからもこの秋葉監督とこう一緒にやった2年間を忘れずに頑張っていきますのでありがとうございました。こちらには西村 GM に来ていただきました。 GM よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてこうチームで本当に1年間ごとにこう、まあね、1年が終われば次の1年に向かってのこうやっぱりいろんな補強の面とかでの意見交換というのも結構盛んにやっぱ行われたものなんですか？いかがでしょうか？もうかなりですね。もう本当に1日の中で編成の時期なんかはもう4回、4回5回あの電話しながらいろんなことを確認しますし、うんまあ、これちょっとうちのコラクラブのスタイルなのかもしれませんけど、はいはいうん、かなり密にコミュニケーションを取りながら、うんまあ、そこでもう本当にこの強化部長と、うん、あの監督というのはもう本当切っても切れないというか、うん、もうあの隠しても隠せないですから、うん、何も、うん、もうやっぱりそこをお互いこうサッカー感もそうだし、うん、お互いのこう価値観もそうだし、うん、もうそういうものを本当にこういつもあのやり取りしながら、うん、あの混ざり合ってでそこで、2人でやっぱり答えを見つけていくというようなことをまあ、いつもやってましたね。なのでこの選手が取るか取らないか、うん、なぜ欲しいのか、うん、この選手とあの何が違うのか、うん、何を期待しているのか、うん、彼が入ったらどうなるのか、うんまあ、やっぱそういうことをもうずっと話しながらですね、うん、とはいえやっぱそれをあまり時間かけて決めれないんでやっぱりある時期にはもうパンパン決めていかないといけないですし、うんまあ、そこを本当にその時期にはもう何度も何度もあの電話して顔合わせてズームして、いろいろやってましたね。うわすごいな。なんかこう何なんでしょうね。あそういう時って多分こうぶつかり合ってるっていうことではなくすり合わせていってるって印象なんですかね。いかがですか？そうですね。なんかまあそこら辺はこう監督さんのこうキャラクターにもよるんですけど、うんまあ、あのやっぱこの人のそれこそ本音がどこにあるのかなとか、はいはい、でもちろんクラブのこと気遣ったりとか、うんまあ、あのクラブのその規模気遣ったりとか、うんまあ、当然選手に気遣うこともある、はい、あると思いますし、まあ、一方でなんかそういうものを非常にストレートに、うん、出してくれる監督だったんで非常に分かりやすかったですし、うんうん僕もであの監督の意見だけじゃなくて秋葉さんの意見だけじゃなくて、うん、僕の意見も聞いてくれたりとかもしますし、はいはい、なんかそのぶつけ合うっていうのは、うん、あの時にこうシーズン中始まってやっぱりそういう戦い方のこととか、はい、人生のことだったりとか、うん、あのやっぱ思ったこと最初、まあ、そうですね今思い出せばですけど、うん、あのやっぱり監督と強化部長って難しいんですよ、うん、でそれはもう彼も分かってた中で、うん、一方でもう何でも隠さず言ってほしいってことは最初に言われてたん で,、はいはいはい、で僕もできる限りそれを積み隠さずしかもタイムリーに、うん、あんまり時間を置かずに
まあ、そういうことをやって、うん、秋葉さんがそれを望んでましたし、うん、でそっちの方がチームにとってもいいと思ってたんで、うんうんうん、そんなことはやってましたね。なので、まあ、編成のところで大きくなんかこうぶつかることっていうのは、うんうん、なかったですけど、うん、やっぱシーズン中この3年間の中では当然考えが違うことや意見が違うことはやっぱ多々ありましたから、うんうんうん、そこはもう本当にまさしく本当にお互い真剣に、うん、本気で、でもやっぱりチームのためには、はい、選手のためにはクラブのためにはってことに、うん、そこからは絶対外れなかったですね、うん、でそれはすごくこう僕もこの3年間だからすごく仕事がしやすかったですし、うんうん、自分もいろんなことに気づけましたし、うんまあ、それはやっぱり秋葉さんがああいう方だったからなんじゃないかなと思います。まずは本当この3年間、秋葉さんに、を選んで、秋葉さんも来てくれるっていう決断をして、くれて、まあ、本当にこれはもうありがとうございますということを心の底から、お伝えすることができます。やはりなぜならやっぱりこうクラブを、僕は作りたいクラブというかこのクラブが望んでいることを非常に体現してくれた、それはやっぱりこのクラブというのはそういう親近感だったり一体感だったりやっぱりそういうこう例えばそれは選手と監督の距離感もそうだし、選手とサポーターの距離感もそうだしクラブと地域の距離感もそうだしやっぱりそういうものがすごく近くにつながって、いくということをやっていきたい中で、まあ、その関係性の質ということを挙げてますけれどもまさしくその関係性の質を各所で高めてくれた。これはやっぱり監督の影響力ってすごく大きいんですよね。これをもう理解した中でやり続けてくれた。でやっぱりこの3年間、まあ、特にこのコロナというね非常に世の中社会が困難な状況に立ち向かっていった時にやっぱり何が必要かって言ったら、まあ、そこは知識やそういうものではなくやっぱりまずそういう情熱だったりとか勇気だったりとかやっぱりまずその意思のところなんですよね。やっぱりそれをこうこの3年間秋葉さんはやっぱり最前線に立って、やり続けてくれた。苦しい時もクラブが前を向いて進んでいけたのは秋葉さんの功績大きいと思いますし、まあ、何よりもこの3年間、うん、個人個人の選手が非常に成長した。でやっぱりそれがこう他のクラブからも上のカテゴリーから求められたっていうこれはもう事実ファクトとしてありますし、はい、そういう意味においてはクラブのこうブランディングを一段上げてもらえたそんな方だったんじゃないかなと。まあ、本当に僕もこの3年間一緒に仕事ができたことを嬉しく思いますし感謝してますし、うん、本当にありがとうございます。ぜひまたねどっかで、一緒に仕事ができたらなというふうに思ってます、うん、はい、こちらには小島社長に来ていただきました。小島社長よろしくお願いします。すみません今日はありがとうございますこちらこそでございますよ。最終戦本当に来ていただいて、まず改めて秋葉監督の、まあ、人間人柄、はい、どういった人柄に見えてますか。いやもうね常に前向きで、はい、まあ、本当こうクラブ の, 今の立ち位置を理解してくれて、うん、本当こう文句一つ言わず、うん、3年間こう頑張ってくれたことにもう感謝しかないですし、うんうん、なかなか会社のクラブの経営も厳しい時に本当にこう一緒になって頑張ってくれたこととか、うん、まあ、監督といろいろ水戸のサッカーの未来とか日本のサッカーの未来をこう本当に語り合ったことが、うん、なんか今日で終わりなんだなと思うとすごいもう僕は寂しいですね。本当にだってそれこそ本当には、ね、社長になられた年と秋葉監督が来た年がまさに一緒 で、はい、一緒です、はい、なんか同期というよりも戦友なのか。いやもうその戦友を超えて、うん、まあ、ちょっともうそうですね、なんかもうファミリーも超えて、うんうん、何かこう特別な感情はめちゃくちゃありますよ。まあ、正直言えば監督の感情に僕も翻弄されて、うん、悩み苦しんだ日もありますしそんな日もあったけども、うん、まあ、それは本当に監督がこう我々クラブの未来を思ってのことだっていうことが分かれば僕もすごく理解ができたし、うん、まあ、本当監督とはいろいろ本当にサッカーのこととかクラブのこととか、うんうん、まあ、それぞれの家族のこととか、うんうん、いろんなことをこう語り合った時間があったので、うんうん、まあ、寂しくなりますね。こうぶつかり合うってみたいな感じってあったんですか。それとも意見を交換していくっていう感覚だったのか。まあ、ぶつかり合うは少なくとも僕のところではなくて、うん、まあね、GM だったり、はい、現場のコーチ陣とはいろんなこう議論はあったんだろうけども、うん、基本はやっぱりクラブの姿勢に対して寄り添ってくれるというか、うんうんうん、そこが本当にこう実はというか多分多くの方インタビューされて分かったと思うんですけど、うん、監督は本当細やかなんですよね。いや本当に繊細だっていうのがものすごく分かりました。すごく繊細です、うん、
なんかアカウントが発見できないんですけど、僕のツイッターを全部見てんですよね。だから見る垢があるんですね、秋葉監督の。絶対ある。だから僕がどういう発信をしてるかとか、はいはい、クラブがどんな施策をやってるかとか全部知ってます。うんうん、まあ、ですよね。本当にアウェーの会場行けば、うん、社長今日は何人ぐらい来てるか分かるって、うん、一番最初の会話は常にそれです。サポーターが。そうなんですね。はい、でこれはもう本田監督多分、まあ、僕はね、うんうん、1人目ですけどいないと思いますよ、はい、だからもう本当にあの素晴らしい監督と最初に出会えてよかったなと思います、うんうん、それこそ本当に3年前にまさにお会いした時っていうのは、うん、まあ、どういった会話というかそういうの覚えてます、ね、覚えてます。僕はまだ取締役副社長だったんですけども、はい、まあ、後に、まあ、そういう立場になる可能性もありますっていうお話をしたら、いやもう本当に社長が目指すクラブの方針に沿って、うん、現場も頑張りますんで、はい、どうぞよろしくお願いしますと熱く言われたのは今でも覚えてますし、うわ、はい、そうだったんですね、はい、だからもうこれはもう本当にだから今日最後の挨拶とか僕は泣かずに入れるのかっていうのはそれが心配です。その前に、はい、まず僕らの方からありがとうのメッセージみんなからいただいてるんで、そうですか、まず先じゃあ練習ということで、練習で、はい、ぜひ、はい、もう最後のありがとうっていうのをちょっといただけますか、はい、小島社長、はい、秋葉監督、3年間本当にありがとうございました。監督の感情の起伏についていけない日もありましたけども、でもなんかこうか監督がこう常に明るく前向きな空気をこのクラブに作ってくれたことが、うん、この3年間戦い続けられたのかなと思ってます、うん、一旦、違う道を行くと思うんですけども、同じサッカー界の仲間として日本のサッカーを良くしていきましょう。そしてまたどこかで一緒に仕事できる日を楽しみにしてます。本当にありがとうございました。いやー、ありがとうございます。小島社長、これもしっかり秋葉監督にも見てもらおうと思ってますんで、いやもうねみんながいい笑顔で終われる一日になるといいなと思いますんで、はい、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。アグレッシブなチームになったと思います。どうですかこの3年間で。アグレッシブに獰猛なチームになったと思います。面白い監督だと思います。面白い監督、どうですか。なんかこちらもね、明るい気分にさせてもらえるような、うん、なんかサポーター目線もあるんですよね、うんうんうん、秋葉監督って、はいはいはい、なんかインタビューとかも面白くって、うんうん、本当に楽しませていただきました。秋葉監督3年間お疲れ様でした。秋葉監督、水戸のために3年間尽くしていただいて本当に本当にありがとうございます。なんかすごい楽しそうだった。試合見てて本当今までやってくれてありがとうございます。いやー、喜怒哀楽全部詰まった。やっぱそうですか。喜びあり悲しみあり、うん、でも最後楽しかったっていう3年間だったかなって思います。とにかく熱を持った人だなって、うん、もう熱がビシビシ伝わってくるから、こっちも熱で返さなきゃって、そんな感じです。3年間本当に苦しい中でよく水戸まで来てくれて、それで儀式取ってくれて本当にありがとうございました。いつまでも忘れません。Thank you.
本当にありがとうございました。この後ご挨拶差し上げます。秋葉忠洋監督が今季限りで退任をされます。監督と水戸の未来、日本のサッカーの未来語り合った毎日は僕にとって宝物です。いや、水戸オーリオクにとって宝物です。秋葉監督、3年間本当にありがとうございました。もっともっと大きくなれると思います。 J リーグ、地方を代表する素晴らしいクラブになれる可能性を秘めていると思っています。そのためにはお金が必要です。お金を稼ぐためにはもっともっといろんな方を巻き込む力を身につけなければいけません。そしてまだまだフットボールを未能力を知らない人をお互いに知り合うこと、理解すること、喜び、支え合い、助け合うようなそういう関係性を持てる人たちが増えると、おそらく今日6000人でこれだけの雰囲気になります。悔しいですけど、今年昇格した新潟は1万人以上のサポーターファミリーが駆けつけてくれていました。その可能性を水戸オリオクは大いに秘めていると思います。だからこそもっと地域を愛し、愛され、共に育ち、共に助け合い、支え合って、この2倍も3倍もスタジアムが満員になることを大好きなホーリーオークだからこそ、僕は期待して、最後の挨拶したいと思います。このクラブから世界へ打って出る選手、そしてこのクラブが J リーグ地方を代表するクラブになることを心から願っています。緑ホック、大好きでした。ありがとうございました。一緒にやった思いみたいなものであったり、フットボールの情熱、スタイルみたいなものは受け継いできてやっていましたから、
ぜひそういったものがこう伝統として水戸力ってやっぱこういうスタイルだねって今後も生き続けて、くれるように、ね、選手にやっぱり選び続けてもらえるようなそんなようなクラブになって最後 J1 に昇格してまた今度は ACL を目指すとかその上のクラブになるようにどん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 高めを目指していってほしいなと思います。こちらには最終戦を終えた秋葉忠弘監督していただきました。ありがとうございます。いや、やっぱフットボールが面白いっていうことをすごく前のインタビューでも言ってくれました、はい、そうまさにそのフットボールの面白さが全て詰まった最終戦でした。もう現場にいてどうだったんですか。いやもうこんなどんな脚本かも書けないですよねこんな筋書きのないドラマやっぱりだからスポーツとかフットボールは面白いんだなっていう、うんうん、ちょっと PK 外した時はどうなることかと思いましたけどまあそれも最後のための演出だったと思うと、うんまあそれもありかなと思ってます、うん、そして今日もう6000人以上のお客さん、これもうどう感じました。見渡す限りのお客さんでした。もうそれは嬉しいですね、うん、なおかつやっぱ声出しがある6000人ってまた全然違うので、はい、もう本当にいよいよフットボールが日常に戻ってきたなっていう、うんうん、こんなにこう携わってるものとしては嬉しいことはなかったなと思います、うん、まあ、ちなみに今日まさにこの水戸ホーリーホックでの最後の日となりますけども、どうでしょう、こうバスから見る監督すごく落ち着いて見えましたけども、ご自身どういった気持ちでまさにバスの時にはこう乗ってましたか。でもうそう言っていただけると嬉しいですし、なるべく平常心でいようっていうふうに思ってましたし、うん、で言ったようにもちろん最終戦ですし水戸ホーリーホックとしては最後ですけども、うん、まだまだ僕は指導者人生続けようと思ってますし、はい、もっともっとこう人生も指導者としてもフットボールも楽しみたいと思ってますんで、うん、もっともっと勉強して精進して、うん、もっといい指導者になれるように、うん、勝ちを引き出せるように頑張ります、うんうん、そして今日試合のもうまさに試合終了のホイッスルが鳴った瞬間の秋葉監督に人がドゥワーッと寄ってくる、あのどうでしたか。なんかこのいや嬉しいけど、最初スタッフが寄ってきてくれたと思ったら選手が来てくれたんで、いやこんな指導者身寄りに尽きる日はないですよね、うんうん、普通監督って切られますからでも本当にみんながもうスタッフさんも含めてみんながすごく距離を縮めてくれる監督だったというところを言ってましたが、改めてその辺というのは気を使ってところもあったりましたか。まっていうよりは僕は自然体でいようと思ってましたし、もともと選手の時からそういうキャラですし、うん、そういうやっぱ僕は人間に育ってきてるので、うん、あの急に監督になったからって線を引くようなだとか、はい、あのコミュニケーション取らないっていうことは僕はしたくなかったので、はい、そのままのありのままでいるからこそ選手ももしかしたらこう受け入れてくれるとか、うん、なんか本音を引き出せるところもあったと思うので、うん、そこはこれからも変えようと思ってませんから、うん、僕らしく自分のこうスタイルでこれからもやっていきたいなと思います、うん、一緒に俺と3年間いたのは3人だけだったんだよなって、その3人にも実は話を聞いて、はい、もう特に、まあ、本間選手なんかはやっぱり年も近いとか、はい、でね、もう付き合いも長いんで、はい、すごく監督のことをいい意味でいじってましたそれはそれで2つしか変わらないし、現役ずっとしのぎ削り合ってましたからここでよく負けたり勝ったりしてましたから、そのまだその工事は現役でやってるってことのこの凄さと素晴らしさ、うんうん、もうちょっと僕じゃ考えられないというか、うん、もう毎日が若い選手とやるって、うん、たまにやるのは分かりますけど、うん、毎日やるってそれは節制しなきゃいけない、うん、怪我とも付き合わなきゃいけない、疲れとも付き合わなきゃいけない、うん、もう彼のメンタリティだとか、うん、もう生活のそのレベルの高さにただただ驚いてます、うん、いやあとはですね、まあ、こうやって本当に一つまず自分の、まあ、何かにも全うした秋葉監督から未来への秋葉忠弘に対する言葉ってのは何かありますか。もっともっと修行しろよってことですね。まだまだやっぱりこのクラブが見たことない世界へ連れていきたいっていうふうにずっと思って就任しましたから、うん、残念ながらそこには3年間かけてもやはりこう6以上っていう成績が出せなかったので、はい、まだまだこれに満足することなく甘えることなく、もっともっとこう自分に矢印向けて厳しく厳しく精進して成長しろよっていうふうに伝えたいですね、うん、そして本当にこの、まあ、秋葉監督就任の時にまさに社長になった、まあ、小島社長が、はい、実は最後の記者会見のパネルが、まあ、ホワイトボードがあったんですよ、はい、その裏で、ずっとこういうふうにちょっとですね聞きながらいました、僕の中ではもう戦友を超えた何かっていうふうに感じます。どうですか、小島社長に対する何か一言。こんなに理解があってフットボールを愛して、でクラブ地域を愛して、こう人を愛する社長ってなかなか出会えないですから、あのそういう方がこう水戸ホーリーホックの社長になってくれたっていうこと自体が奇跡ですし、こんなチャンスを逃すことは絶対ないと思ってますから、うん、ぜひこの小島社長とともに本当にクラブと地域ともうサポーターファミリーがどん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 成長して、うん、そのこうパイをどん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 広げていって、
もう本当に地方を代表するとか J リーグって言ったらやっぱ水戸力だよねって言われるぐらい、うん、そういうこのポテンシャルって秘めてると思ってますんで、ぜひそういうこうクラブとサポーターの距離の近さみたいなものを存分に強みにして、うん、大きく大きくたくましくなっていってほしいなと思ってます、うん、最後になります。本当にこの3年間チームを支えてくれたサポーターの皆さんに、はい、いただけますでしょうか。メッセージをお願いいたします。本当にこの3年間、皆さんのなかなか声が出ない時もありましたけども、本当に皆さんと共に歩めたこの3年間が僕にとっては貴重な貴重な、して非常に勉強になる3年間でした。先ほどから言ってるようになかなか思うような成績が出せませんでしたけども、もっともっと僕自体も勉強して成長しようと思いますので、ぜひ今度また皆さんと会う時にはお互いに大きく大きく成長して、お互いに J1 に行くにふさわしい、名実ともにふさわしい関係性になれることを期待しながら、皆さんと共に僕も頑張りますので、ずっとずっと長く水戸オリオックを、地域をよろしくお願いします。ありがとうございます。最後はやっぱり This is と言いますので、はい、水戸オリオックで示させていただきます。わかりました。 This is 水戸オリオック。秋葉監督お疲れ様でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。秋葉監督密着、皆さんいかがだったでしょうか。いや本当にエモーショナルという言葉が本当に世界で一番似合う、そんな人にやっぱり感じますね。もう喜怒哀楽と書いて秋葉忠弘と、そう読みたいぐらい、なんかもう最後の最後のもう選手がやっぱり寄ってくる、人が秋葉監督のところに寄ってくる、やっぱそういう光景を見たときに、あ、なんてすごい人なんだろう、そしてなんて素晴らしいチームを作ってくれたんだろうっていう、そういうところも含めて何かすごくなんか感動を超えたなんか喜びっていうものを改めて、あ、スポーツってやっぱり人でできてるものなんだなっていうのを感じさせてもらいました。そしてこれから我々、そして水戸オリオックに関わる全ての皆さんが秋葉さんの、ね、監督からあえてさん付けさせていただきます。秋葉さんのまさに挑戦をこれからもずっと応援すると思います。我々ウルスポもまさにウルトラな応援を捧げていきたいと思いますので、秋葉監督改めて3年間ありがとうございました。そしてお疲れ様でございました。